富吉英二は、日本の政治家、衆議院議員、定審大臣などを歴任した、鹿児島県愛良郡国分町に生まれる。私立県数学館高等科卒業後、私立聖科学校の教師を務めていたが、2年で教師を辞職し、農民運動に従事する。日本農民組合の鹿児島県連合会にて主事を務め、1924年には会長に就任する。 県内で、おざく葬儀を指導し、たびたび検挙されたが、次第に、農民の支持を集めるようになる。日本農民組合鹿児島県連合会は、労働農民党の結成にも関わるなど、政治運動にも取り組むようになった。1927年の鹿児島県会議員選挙に、立候補し、当選を果たした。1936年の第19回衆議院議員総選挙では、 鹿児島県第2区から立候補し、衆議院議員に初当選した。同年に、社会大衆党中央執行委員及び、鹿児島県連合会会長に就任した。1937年の第20回衆議院議員総選挙では、トップ当選したが、1942年の第21回衆議院議員総選挙では、無所属で出馬し、落選した。この選挙では、 富吉は、翌山政治体制協議会の推薦を得ずに、立候補したことから、政府から必要な弾圧を受けたとして、大臣院に選挙無効の訴えを起こし、1945年の終戦前に勝訴、県政史上初のやり直し選挙が実施された。転覆した、東山流戦後、日本社会党から出馬し、衆議院議員に4回当選。足田内閣では、 低信大臣として入閣した。1951年の日本社会党の分裂以後は、右派社会党に属し、東顧門を務めていたが、1954年9月26日、遊説先の北海道から東京への木と、菊川忠夫と共に乗船した、青官連絡船東山丸が、折からの台風に遭遇し、函館市七重浜で沈没する、海難事故のために落命した。 55歳没。趣味は和歌で南風という画号を名乗って歌集も出版している。相撲が好きで、ある力士の講演会長を務めていたが、その力士が横綱、双葉山を破った際、よくやった。ここでやめろ。と、電報で知らせたため、その力士は双葉山に勝ったのを機に引退したという逸話がある。ありがとうございます。